ロイヤルホームセンター株式会社は大阪府大阪市西区に本社がある大和ハウスグループのホームセンター関西関東地方を中心に東海中国地方などにも出店している2010年7月30日に公正取引委員会はロイヤルホームセンターが2006年11月から2009年12月まで納入業者 約320社から、延べ約13,500人の従業員を不当に派遣させ、商品を売り場に運ばせたり、陳列や撤去作業をさせたりしていたことや、売れ残った家庭用品や工具などの商品を納入業者、約280社に不当に返品したとして、ロイヤルホームセンターのような大規模小売業者が、取引上の地位を利用し、納入業者に強要する行為で、 独占禁止法が禁じる不公正な取引方法の一つである優越的地位の乱用にあたるため、独占禁止法違反としてロイヤルホームセンターに排除措置命令を出した。2011年3月11日14時46分に発生した地震により塩釜店、土浦店を一時閉鎖。後に土浦店は営業を再開したが、津波の影響が甚大な。 塩釜店はガラスが割れ、店内も水没しており店舗復旧が必要なために長期休業状態であった。4月には隣接するイオンタウン塩釜ショッピングセンター主催の復興市にも参加し、テントにて日用品の販売も行った。早期の営業再開に向けて、地権者の日本貨物鉄道へ賃貸契約などの見直しをり主の大和ハウス工業が強く求めてきたが、 話はとんざし、そのまま同年5月に閉店となった。これにより、ロイヤルホームセンター唯一の東北地方の店舗が消滅した。その後ロイヤルホームセンター塩釜店跡地には、ホーマック塩釜店が入店した。2014年、ロイヤルホームセンター惜しくま店で、育てて、楽しい、食べて美味しいシリーズのラベルがついた標端を購入し、 栽培して身を食べた40歳大女性が腹痛や吐き気などの症状を訴えて2日間入院した。氷炭にはククルビタシンという組成分のある植物毒を含有しており、食用できない。ロイヤルホームセンター塩釜店、ロイヤルホームセンター吉塚店、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、石賀県。 京都府奈良県大阪府兵庫県岡山県広島県2016年11月30日ロイヤルホームセンターは日用品卸売のファインの全発行済み株式を取得し子会社化したオリジナル商品の企画力や品質管理に優れたファインのノウハウをプライベートブランド商品の強化に生かすファインの2016年3月期売上高は12億円自社で 企画開発した日用雑貨やアイデア商品の販売が大半を占め、生活共同組合や通信販売会社が主な顧客。生活者の声を商品企画に展開する開発力や生産委託先である海外工場の品質管理体制にノウハウを持つ。2019年10月4日、自動車整備関連工具製造小売のワールドツールの 株式を取得し100%子会社化した。ワールドツールは1995年6月に設立した工具専門店の運営会社。現在、自動車整備用工具を中心に取り扱う専門店舗アストロプロダクツを全国189カ所で展開する。2019年7月期の売上高は約96億円となった。 日曜大工として親しまれていた DIY だが、最近では、多種多様な工具を使いこなして、愛車の整備を自ら手掛ける人気が根強くある。そうした中で、専門店舗、アストロプロダクツでは、ワールドツールが企画、製造するオリジナルの自動車整備工具商品3000種類以上を販売。2016年には、海外出店を開始し、現在ではタイに5店を展開する。 ロイヤルホームセンターとワールドツールが持つオリジナル商品の開発に関するノウハウを組み合わせることによって高品質、高負荷価値のプライベートブランド新商品を開発する。ワールドツールでは直営店とインターネット通販だけでなくフランチャイズ店、小売業者を通じてお客様に販売している。プライベートブランド商品は海外メーカーから直接店舗に発送することで 原価低減を図っている。ありがとうございます。